アウトフィットの買い方を昨日ちょっとイカさんと挑戦したら、自分できてたんだけど、できなくて説明ができなかったので、今動画、今メールイカさんにも送って、動画作りますよ。これで終わりで。アウトフィットは別に、こういうの、クロージングでなんか作る修行とかしなくてもいいみたいで、まず普通、多分ね、ノーアウトフィットにこれがなってると、これができなくて、色を変えるのだけ。例えば、こんな風に。みんなピンク、ピンク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 みたいな。めっちゃわかりやすい。こうやって色を変えるだけなのね。もちろんこんなことやらないんで、アンドゥーですけど。で、まあそれはどうでもよくて、今このアーマースタイルがグレーになってるのは、アウトフィット1っていう、もちろんアンロックお金払えば多分何種類もできるんだろうけど、お金ないですから。いくらかかるんだろうね。あ、わかんない。ということで、多分どんな人でも1個は作れるんだと思う。で、こうしといて、アーマースタイル。The Outfit System。Outfit System are run through the motif。モチーフをいろいろ知らないと、好きなもの選べませんよ。You can configure and then wear outfit.From any of system you know. モチーフは found in game. だからモチーフは別にちゃんと勉強してくださいねと。こいつあんまり知らないんで、アルゴニアンと多分、ウッドエルフは当然知ってるから。例えばこれで、こんな感じ。そうすると、100ゴールド取られますよと。クリアスロットで。ショーロックと何言ってんのか。あ、ロックされているのだっけ。ちょっと待って、あれ、ここでクリアとすればよかったっす。うん。で、これ全部だと嫌だから、例えばライト、ミディアムだと、あ、これ選べんだ。へへへ、こんな感じで、これは何？どこ？レッドガード。これがアルゴニアンか。多分こいつ頭はつけないと思うんだよね。まあ。クリアしちゃって、うん、ハイドしとこう。だから頭はどうでもよくて、胸から、これがノルドタイプ、これレッドガード。うんうんうん、ウッドエルフらしく。ああ、そうだね。あ、こんな感じかな？ああ、これの方がいいね。で、肩はライトの軽いやつにしてる。ウッドエルフシンプルだな。あ、なんかウッドエルフっぽくなってきた。で、手はノルド、アルゴニアン、ブレトン。ブレトンってシンプルで綺麗なんだよね。
で、ベルトは？ベルトいいや。もうこれでお金200も使って取られちゃったらお金ないからこいつ。キモいな。完璧にドエルフっぽい。でもちょっと少し変えてみよう。これで300ゴールド。おうおう。色が違いすぎる。まあこれで上下の色が揃いましたね。ヘビだと？おお。チェストもヘビにしたらこの色になるのかな。わあ、ちょっと重たいね。あ、これなんかちょっと重たい感じか。まあこれぐらいがいいんじゃない。ちょっとここがね、おお、レッドガードだけど、これいいな。で、あと足、足はミディアムで、ちょっと重たいな。ノルドの方がいいか。おうおうおお。あ、なんか感じが出た。じゃあ手もノルドにするかな。色が違うな。色変えられるんだけど、また金かかっちゃうから。材質を表してんだろうな、これ。むむむむむ。ちょっと重たいね。あ、これでいいか、やっぱり。まあ、全部くるんでんの嫌だな。手が出てる方が。これで350。うん、こんなもんだよね。で、ウェポンスタイルも変えようと思えば変えられるんだけど、それはあんまりわかんないので、これで350ゴールド払えばアプライチェンジ。終わりました。こんな感じ。グググググ。ちょっと光がないと分かりにくいかな。うん。こんなとこで戦っちゃいけないの。ということで、ポイントは、アウトフィット1。ここですね。ここですね。あと色を。多分こいつが、こいつの色が薄いので。ん？あらら。あ、この色を変えればいいな。あ、でも150も取れば嫌だな。クリア。安くしましょう。50ゴールド。これ全部で400かかって、色合いこれでいいかな。もうちょっと暗いのが。これも、ここに変えたら、あ、ダメだ。さっきの方がいいんだ。これなんか、全体にバランス取れた。400使っちゃったよ。わあ、貧乏なのに倉庫代が
倉庫代貯金がなかなか進まない。猿のなんかペットっていないのかな。猿のペットもしてだみんなこれこの人たちもみんな思い思いに勝手にやってんだよねきっと。うわすごい何これ、あんな色ついてんだ。ということです。